気軽に早分かり。これが、ムエタイの見方。ムエタイは、古くからタイに伝わる武術で、軍隊格闘技でもありました。両方の拳と、肘、膝、足を武器として戦います。ボクシング以外の格闘技としてはいち早く、グローブとリングを採用したムエタイですが、その価値観や、採点方法は、ボクシングとは全く違います。もともと古流ムエタイでは、紐を、 バンテージのようにすでに巻いていましたが、グローブを着用するようになってからは、グローブ効果で大幅にパンチの威力が増加して、パンチだけでも勝てるようになり、肘打ちや膝蹴り、キックなどとの威力のバランスが崩れてしまいました。これでは、本来の胸イとあまりにも違う姿となるため、採点方法などをいろいろ工夫した結果、現在では、パンチは相手をダウンさせたり、 それに近い状況にならない限りは何発命中させても基本的にゼロポイントになっています。また難易度の高い技ほど評価も高くなるポイントシステムとなっておりローキックよりはミドルキック、ハイキック、そして同じ技でも単発よりは連発で出した方が高ポイントを得られます。ムエタイの最大の特徴とも言える組技である首相撲も 高ポイントで大抵の試合で大きな見せ場になります。ボクシングのクリンチは防御のテクニックですが、ムエタイの首相撲は相手の体勢を崩して攻め込む攻撃の技です。そして、首相撲は技術の優劣がはっきり出やすいので勝負の流れが決定する場面となることが多く、ムエタイの勝負の大きな山場となります。組んで相手のバランスを崩し、膝蹴りを入れる、投げる、倒す。 などが、首相撲から繋がる攻めですが、単に相手を不利な体勢に追い込むだけでもポイントになります。無エタ対エでは、ミドル、ハイ、膝、首相撲がポイントが高く、反対に、パンチやローはポイントにならないと覚えておきましょう。しかし、もちろん格闘技ですので、パンチで相手を倒しても、ローで相手を倒しても、どんな場合でもダウンはビッグポイントです。このようなシステムで、 各ラウンドを10点満点で集計し、3名のジャッジのうち全員、または2名の合計ポイントが上位だった選手が勝ちとなります。ダウンした相手が10カウント以内に試合に戻れない場合が、KO、ノックアウト。もう優劣は明らかだと、レフリーが考えて試合をストップした場合は、TKO、テクニカルノックアウトとなります。 肘打ちなどの有効打による怪我で試合がストップした場合、怪我をした選手が TKO 負けです。有効打ではなく、偶然のバッティングなどの理由による怪我で試合が途中で終わった場合、その時点で規定のラウンド数を消化していれば、それまでのポイントを集計して勝敗を決します。負傷判定。偶然の怪我によるストップが規定ラウンド以前の場合は、ドロー。 引き分けとなります。注意点。ムエタイは防御のテクニックもポイントになりますので、出したキックを相手にかわされると相手のポイントになります。逆に、キックを腕でガードされても腕にキック攻撃を当てたとみなされ、蹴った側のポイントとなります。ムエタイの投げは相手のバランスを崩して倒すものであり、原理としては合気道に近いイメージです。柔道のような、 相手を自分の腰や背中に乗せてからの投げ、レスリングのように相手を持ち上げてからの投げは反則です。ムエタイと名乗っていても独自基準で、K1 のような攻撃重視のポイントシステムになっている団体もあり、WBC ムエタイさんやムエタイオープンさんなど、それらのリングでは、ムエタイ本来の採点方法は無視され、パンチとローキックだけで押しまくれば、勝ちになったりします。